はい、困った時の110番の時間です。はい、もうね、俺ね、今回これのために全力で語りたいっていうのがもう本当、蓮舫の二重国籍問題すごいよね。これみんないいの、俺たちさ、直接もうこれから今ね、日本のね、政治にあんまり関係ないからって言ってたらいいんだけど、正直言ってこのね、蓮舫の二重国籍問題とか今のマスコミとかああいうものに関するものってね、よっぽど真剣に考えないとあなたたちもっと困るよ、本当に。まあね、これまあ韓国とか中国とか台湾とかいう意味ではなくて、今日ね、徹底的になんで二重国籍がまずいかってことをね、あれ話したいんだよね。まあそんなわけでね、日本もアメリカもいろいろもう選挙だっていうのはうるさいね、時期になってきました。だけどこれも含めて、まあちょっとだけ、まあ大統領選挙の話ですね。まず蓮舫をもうぶった切りたいと思います、ね、何も許せない。はい、まあそんなわけで今回も言いたいことじゃないから言ってみたいと思いますね。困った時の110番です。はい、どうぞよろしく。あんなにコロコロ嘘つく人、まあその嘘とかいうのは人間の資質なんだけど、一番いけないのは、そんな蓮舫と向かってしまう日本のその政治に対する関心とシステムなんだ。でね、重要な問題っていうのはさ、蓮舫がずっと9月の時点ではまだ台湾のパスポートを持ってて、更新までしてるってことが分かってんだよ。で、大半のマスコミこれ話さないね。というか日本の地上波とか新聞書かないでしょ、一部アゴラとか産経新聞書いたのかもしれないけど、持ってんだよ。だから言ってることは全部嘘でしょ、で台湾ならまあ親日国だからいいっていう考え方を持っちゃいけないのは、例えば日本と中国でもいいや、台湾でもいいや、そこはね、戦争した時に彼女が総理大臣ってどうなって、そうだよね、例えばさ、その時の都合でどうでもなっちゃうんだよ。習近平にさ、なんていうのと国交をやる時に、じゃあってどっちの利益を優先するかって言ってさ、そうなの、オーナー側以上にあるでしょ、日本売るやんの人は。そうだからね、今も実際は台湾国籍のことって分かってなくて、日本は日本ね、自民党はなんか小田議員だかな、小野田議員だか忘れたけど、それがね、やっぱりほらちゃんと自分で私はこうやって離脱しましたって、戸籍出したでしょ、なんで彼女の国籍をみんながね、求めないかと、国民が出さなきゃダメっていうか、そう、安倍さんはちゃんと分かってるから、民主党と蓮舫を最高に叩くのはどこだっていう時期を知ってるから今やらないよ。だけど我々が考えることっていうのはさ、ああいうものが、それは党のリーダーはいいよね、それを入れてる党ってものが、それでまかり通ってることは、経団、どこでもいいんだ、もう民団でもそういうところの人間たちね、一票入れたら、あんたたちは、要するに外国人と思ったよ、それね、分かんなきゃダメだよね。前にさ、民主党が政権取った時にさ、なんで蓮舫がさ、いろんな予算を削って、日本のほら、ワールドカップ女子サッカーの予算が全部削って、それを中国の交差対策に回したりとか、そういうことをしてるから、だからこういうのって見逃していいのかっていうと、これね、みんな真剣に考えてほしいんだな、だから僕らは言いたいのは、その蓮舫がね、今、議員であること自体の問題も追及しなきゃいけないし、ましてやね、次の選挙では、ね、日本国民、日本に持ってる国籍を持ってる、またはね、帰化人も含めてね、帰化人も考えなさいってのは、ちゃんと帰化して国籍をあれしてんだったらいいよ、でもそうでない人間は別だけど、要するにみんな蓮舫を落とすべきだと思う、今回はね、だから正々堂々と戦ってる人だったら俺はいいと思うの、どこの国の人でも。だから在日在特会のどうたらこうたらってるさ、桜井誠さんなんてのは、ね、要するに在日だとか帰化人だとかいろいろ言われてるけど、立派だと思うよ、立派、だから結論的にね、今左翼マスコミが一番いけないのは、僕もブログでも書いたんだけど、朝日新聞かなんかがね、捏造だからね、完全なね、IOC は韓国で、ね、ボートカヌーをやることをやっぱりもういいと言ってるとかさ、言ってないんだよ、そんなこと。でこれね、俺ちゃんとさ、日本で入らない情報で調べてんだけど、はっきりしてることはもうね、決まったの、このラジオが 放送がね、ある時はもう確実になってるんだけど、まあ多分日本では放送しないね、これは海の森っていう東京でやることになってる、よかった、もう決まってるんだ、だけどマスコミはそれでもまださ、仙台があるんじゃないか、立川ってさ、仙台なわけないでしょ、たくさん問題出してさ、小池さんが失敗したら小池叩けるし、自民党が失敗したら自民党叩けるわけでしょ、だから小池の方は自民党に対して反抗してるからと見えるから、新聞は協力してるけど、実際はさ、小池も自民党も全部潰しちゃいたいんだからさ、朝日とか毎日とかね、まあ朝日新聞なんか発行部数が全部もうものすごく減って、強引に押し付けるやつもね、できなくなってさ、まあ早めに新聞として潰れてほしいっていうのが現実問題だよ。朝日新聞買収婦のさ、そのあれ払えよって感じよね。そう、慰安婦のさ、賠償金、朝日新聞が払えよって感じよね。まあまさにね、だから俺たちカリフォルニアに住んでるってことはさ、カリフォルニア、ロサンゼルスっていうのは特にそういうものにさ、神経質なとこで、いろんな国の人間がいるじゃん、
ね、だからやっぱり僕らね思うことっていうのは、我々が日本人で日本を代表してる人間しっかりしないとだったら、うんうん、中韓と別だっていうことをアメリカ人にはっきりと知らしめなきゃいけない、本当に、うん、だから変に擁護しちゃうと突き上がるんだ、もう本当にいっぱいしてるけど、うん、あのねやっぱり、ね、中国人っていうのは能天気だから、うん、あのバカっていう意味じゃなくてね、うん、やっぱりいやいいやどっちでもっていう考え方なんだけど、1、うん、個外れちゃえば仲良くなれるんでね、そうなんだよ、だから中国人と韓国人は違うんだ、だけど、うん、戦争とか戦い方とか人のものを奪うとかそういうものに関しては中国人はやっぱりすごいから、うん、やっぱりそれは気をつけなきゃいけない、でも自己防衛できる、でもね、うん、韓国人っていうのは要するにあの勝手にあの入ってきてここはうちだとかさ、うん、言っちゃう場合もあるわけだし、そうなんだよね、あれはまずいね、うん、だから今回はね韓国人全員のことを言ってるわけじゃないんだけど、うん、やっぱり蓮舫ってる、まあね、あの台湾国籍って言ってるけど、うん、その蓮舫の問題を挙げたいんだ、確かに韓国行ったらキリがないんだけどさ、うんうん、やっぱり今まで俺が韓国人の人たちと付き合ってて、やっぱりどんなに友達だと思っても本当に少数の人間以外は、うん、やっぱり相当あの日本に対してあの面白くないことばっかり考えてる、あの腹の中では何考えてるかわからないよ、やっぱ仲良くなりきれないものがあってね、うん、そうなんでね、でなんかほら、うん、学校の仲間だけど楽しく普段会話して、うん、じゃゴルフに行ったらすごいムキになるらしくて、そう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 、勝ち負けですっごいもう、うん、面白くないからもう行かないと思ってた、あのねだからさ、それはねもう確実に、だから大会だそうだね、韓国の人たちがマジックの大会出ようとしたって、うん、あの絶対勝てないから来ないっていうかね、怪我させるとかさ、であのマジックできないにして俺が勝つとかね、殴って怪我、本当にそういうことを言うんだよ、うん、本当に俺はそういうことを確認して、うん、韓国のそのミョンドっていうところにあるね、うん、マジックバートリックって言うんだけどさ、もう全部言っちゃう、うん、そこでそういう話を実際に聞いちゃって、うん、そりゃねえよねって、要するに、ね、正義とか正しいっていうことを考えたり、うん、俺たち友達どうぞって、だって日本と韓国に日本は何したか知ってんのかって、うん、こういうふうに言うんだよ、だからたくさん支援して、ねうん、民族としてさ最高になる識字率を上げたりして、日本がやったこといいことばっかりだろって、そう、ね、そう、その通りだよ、うん、それだけなんだよ、ところが、まあ、あの勝ち負けにあってすぐ寝返るってことに関してはひどい、うん、で台湾はいいんだけど、台湾だって親日派親中派がいるんだよ、いるんだね、だから俺もね台湾の仲のいい女の子がいてね、いつも協力してくれたりとかさ、お酒持ってきてたりとかいるんだけど、その日台の問題になるとものすごいよ、もう要するにさ、日本はこういうことしたでしょ、いやしてないよ、いや知ってるの私はとかさ、知ってるんじゃなくてあんたの考え方全部間違ってて、って全部論破しちゃうとその時点でもう仲悪くなっちゃう、うん、だから論破ってことは正しい意見を言って相手の考えが間違ってるってことをちゃんと示してるだけなんだよ、自分だけ正しいと思っちゃってるのね、そうなの、うん、なんでかって分かる、その子は中国にもよく行くから、それだけの理由、あ、なるほどね、うん、だから結論から言えば、あの中国も台湾も一緒っていうのは自分の得のために中国も台湾も一緒っていうふうに考えてるのね、うんうん、だレゴもそうなんだよ、うん、要するに2つの国籍があってそれを選択できるのは私なのよと、うんね、私は今ここの議員だけど中国に対してそういうものを持ってるのが強いんだからそれを使うと、その代わり中国にもいい思いさせるわよっていうのがレゴの考えでしょ、ダメでしょ、うん、でもっと言うとオラガっていうのもそうだよね、うん、あそこの金脈はまだ俺ね掴んでないんだけど、うん、だってどっかのさ、その名誉市民になってるんでしょ、そうだよ、だからさ、もう長とかはもう最悪だよね、ね、本当の売国度ね、あともう一人、うん、河野太郎と河野洋平、うんね、ああいう二枚舌ね、まあ、もちろん彼らも当然あの朝鮮半島の出の人だから、うん、あのいいんだけど、まあ、今回台湾の話をしようと思ったんだけど、台湾自体はあんまり悪く言うことないんで、蓮舫は悪いけどね、蓮舫悪いよ、うん、だからね、そこを考えた時に、うん、みんなが考えてね一票入れるった時にちょっとお願いしたいことなんだけど、うん、あのまあいいよ、それもっとさ、在日の人は、まあ、あの投票できないからいいけど、帰化人はやっぱりね、あの韓国の血が流れてるという韓国人だっていいじゃないかとか中国人だっていいだって入れちゃうけど、でも考えて、ここは日本で、あなたたちが日本人だって誇りを持ってるんだったら、うん、要するに他の国籍の入ってる人に入れないでほしいね、入れてもいいけど、それがちゃんと日本に、ね、骨をうずめてる人、うんうん、自民党だっているんだ、いるね、だけどねやっぱり二階さんとかそういうのもさ、うん、ほら中国籍だとかいろいろあるね、うん、だからはっきり言って日本に本当に先生にお誓って、そういう人間だったらみんな靖国神社に行ってくれ、そうだね、靖国神社に、あの例大祭、ね、秋の例大祭とか、うん、集合、うん、もちろんさ終戦記念もそうだけど例大祭が特に大事なんだけどね、に行って玉串じゃなくて超党派の議員に入って行ってくれれば、うん、僕らは日本人として帰化人でも認めようと思う、うん、そうだね、来ない人は首だね、うん、そうね、だからそれはもうしょうがないのよ、我々の信念であって日本人の大半はそういうものなの、うん、だから日本人であるってことの証明には靖国の鳥居をくぐってほしい、だから総会から人間くぐらないからさ、そうなんだ、墓くぐっちゃいけないんだから、へ、うん、だからそれ自体もね、俺は創価学会が例えばね、うん、あの公明党を支持したりすることも疑問に思うんだけど、まあ仕方ない、日本が決めたことがある。
ということで、蓮舫ね、蓮舫をなくしましょう、なくしましょうね、はい、ということでまた来週です。はい、言いたい放題じゃないや、困ったな、さよなら。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。